ケン、お前バカなこと考えとらんだろうな。わしは死んどらんよ。わしはあの明太子を一本全部食ったんだ。それで死なんかったということは、もしかして奴らはわしを本当に殺す気はなかったんじゃないかな。処置が早かったからじゃないですか。そうかもしれん。しかしわしは今回のことは単純にわしを殺すことだけが目的じゃないような気がするんだ。ケン、やめとけ。お前が太刀打ちできる相手じゃない。バカモン、本当にそんなこと考えとるのか。お前が死んだらわしだってトモコ君だって悲しむだろう。そうよケンちゃん、寂しいこと言わないで。わしはどんなことがあってもこれ以上組織についてはお前に話さん。いくらお前が組織にちょっかい出そうとしても手がかりがないんじゃどうしようもなかろう。そろそろお時間ですので。はい、すみません。ケンちゃん行こう。くれぐれも変なこと考えるなよ。また来ますね。もう大丈夫ですよ。ありがとうございます。何です？それは警察の仕事でしょう。どうしてですか？明らかな殺人未遂なんですよ。そうですか。わかりました。大学の研究室で詳しく調べてみましょう。私、佐伯先生に着替えとか持っていくから、ついでに明太子持ってってあげましょうか。ケンちゃんはこれからどうする？そうね、確かに佐伯先生がいないんじゃ何もできないわね。病院で相談してくるわ。わかった。病院から電話があってね。やっぱりあの明太子からヒ素が検出されたそうよ。それでね、あの明太子には1本につき 0.05g のヒ素がきっちり測ったように入れられていて、その量は成人の致死量の約半分だそうよ。そうなるわね。
それからね、佐伯先生に聞いたら、しばらくの間佐伯探偵事務所はお休みするそうよ。どこか行くの？そう、いつ帰ってくるの？何かよからぬことを考えてない？気をつけてね。ケンちゃんがいなくなったら私悲しいから。ならいいけど。つけてきてるなんて心外だね。僕はこの先に用があるんだ。僕と君でどれだけ足の長さが違うと思ってるんだ。僕は普通の速さで歩いているよ。ほら、見えてきたよ。君もあそこに用があるんだろ。そうだよ、僕もあの洋館に用があるんだ。人に名前を聞くときはまず自分が先に名乗るべきだと思うけどね、クロスケン君。まあ細かいことは言いこなした。さあ、あともう少しだ。さあ入ろう。いらっしゃいませ。クロス様ですね。そちらの方は？僕は彼の連れだ。まあまあ固いこと言いこなし。お連れ様がいらっしゃるとは聞いていなかったのですが。そんなこと言われても困るな。聞いてないのはそちらの責任だろう。ええ、でも。じゃあ僕にこれから帰れというのかい？もう日は暮れてるんだよ。君じゃ話にならない。責任者を呼んでくれたまえ。わかりました。どうぞお入りください。私、皆様のお世話をさせていただく沢田霞でございます。ご用がありましたら何なりとお申し付けください。僕の名はマーク・レイマン。マークと呼んでください。さっきは乱暴な言い方をしてすみませんでした。お部屋の用意ができるまでこちらで少々お待ちください。クロス様、お部屋にご案内いたします。はい、クロス様とマーク様の他に8名のお客様がいらっしゃいます。私はお客様のお世話をするように言われただけですから。ええ、
そうです。お答えできません。7時より夕食です。皆様もうお集まりですので、すぐに食堂の方へお越しください。食堂は階段を降りて中央の廊下左側の扉です。失礼します。Thank you.
Thank you.